こんにちは、ミクルです。霊夢です。マリサなんだぜ。今回はキラズアートさんの新作、新幹線ゼロ号をプレイしていきます。うぷぬしってホラゲとかやったことあるのか？おそらく人生初ホラゲですね。嘘でしょ？さあ始まりました、新幹線ゼロ号。ちょっとマウス感度高すぎかも。設定してきました。ちなみにどういうゲームなんだ？このゲームは8番出口ライクゲームで、新幹線の中で異常を探すゲームですって書いてあったよ。新幹線となると広い範囲で異常を探さなきゃいけなそうね。どんな異常が出るのか楽しみなんだぜ。最初は異常の内号車だと思うから、まじまじと見ていくぞ。16番の A 席におじさんが寝ているわね。これが15番で寝ているとかもあるかもしれないな。小さい男の子と女の人が座っているんだぜ。基本的にみんな寝てるんだね。あとはこのポスターと車内表示器があるぐらいかな。数字が変わってるとかもあるかもしれないわね。だとしたら一生気づかない自信がある。一通り見たから進んでいきます。このエリアには異常は起こらないそうだな。ついに始まるぞ。7号車って書いてあるから0号車まで行ったらクリアなのかしら。さっき見落としてたけど、後ろのポスターも見た方が良さそうだね。おじさんは変化なくて、お姉さんも変化はなさそうで。ちょっと喋った。こんにちは。ようやくすると異常があったら戻れ、なかったら進め、0号車の先の運転室でブレーキをかけるとゲームが終わるとのことだぜ。じゃあやっぱり目的地は0号車なのね。ここからが本当の本番か。一応チェックシートを作っといたんだぜ。有能か？おじさんには異常なしで。あれ、男の子がいないわね。いや、多分あれは説明用の NPC だと思うんだぜ。ポスターと車内表示器も異常なしだな。異常なし、安全です。一つ進んだわね。じゃあやっぱり男の子はいなくて正解ってことだな。後ろのポスターと車内表示器は大丈夫で、おじさんにも異常なしで、お姉さんも大丈夫。そういえば男の子がこの女性は自分の姉だっていうことも言ってたんだぜ。前のポスターも大丈夫、異常なしです。嘘、さっきのところ異常あったの？早くもリセットね。異常ないです。もうやめないこのゲーム。まあそんな怒んなって。待って、ここ目玉になってる。異常だー、戻れー。は、は、引き返した。よかった、一つ進んだわね。上にはピンクのキャリーケースがあるんだぜ。次からは上の荷物も見ていこう。異常な足、3連続で異常がないんだぜ。さすがに不安になるわね。待って、怖すぎるって。あんなね、絶対さっきまでなかったんだぜ。ようやくにまで来たよ。こっからは本当に間違えられないわね。これで異常があったら私の目がおかしいです。え、ちょっと待って、何が違うの？おい、うぷ主、もう戻れないぞ。あったって、そうだった。もう扉開いちゃったから戻れないわね。いや、さっき戻ったけど奇跡的に異常あったっぽい。何周運だよ。ここはサポーターコンテンツのゾーンっぽいわね。キラズアートさんといえばだな。いや、めちゃくちゃ楽しかったわ。10分ってまあまあ見たわね。異常は異常なので引き返しましてと。そっか、確かに異常なんだぜ。チェックシートを見たから大丈夫だと信じる。お、おいうぷ主、ゲームの力って怖いわね。これは異常ないと見た。2連続でないんだぜ。もうそろそろクリアしたい。いったマジでびっくりした。なんなの、本当にマジで怖かったんだけど。ねえねえ、本当に怖かったんだけど。さっきの視点のブレからしてびっくりしてるのが伝わるんだぜ。これ、広告から飛び出てるってことかしら。あ、怖い怖い。4まで来たー。うぷ主が疲れてる。怖すぎて心臓バックバックだから早く終わってくれ。またもや2連続で異常がないんだぜ。ちょっと待って、もう違和感なんだけど。え、絶対これちょっと座席倒れてるよね。おじさんもはや寄りかかってないもん。よっしゃ、ラス1来たぜ。わかりやすい異常だといいわね。なんかもはやチェックシートすらめんどくさい。待って、なんか変な音しない？ちょっと待って、やばくないかこれ。いくらなんでもわかりやすすぎるって。そういう意図で言ったわけじゃないし、浸水してきてるんだぜ。これ時間経過でやられるやつじゃないか。うわ、動きづらい。出口には間に合ってよかったわ。ついにゼロまで来たぞ。これはもう進んじゃっていいのかしら？やっと終われる。あれ、さらにこの先なのか？とりあえず行ってみるしかないわね。うわ、勝手にブレーキかかった。でも、運転室に行ってブレーキをかけるとクリアって言ってたんだぜ。実は仕様とかじゃなくて異常だったりする？え、ちょっと引き返さなきゃじゃん。しかもなんかゴゴゴゴってなってるんだぜ。なんか新幹線ごと吹き飛びそうな音してるわね。え、待って、マジで無理なんだけど。放送？本日は新幹線をご利用いただき誠にありがとうございます。え、人身事故？それにしてもなんでこのタイミングでギリギリブレーキをかけられなかったってことなのか。ポッドエンド的なこと？なんか目印が出たから向かってみよう。うわ、謎の光なんだぜ。普通車ステージクリア、普通車じゃないのがあるってことか？あれ、また戻ってきたよ。え、二つエンディングがあるって聞いたんだけど。うっぱ出てきたよ、この男の子。お兄さん、すごいね。あ、ありがとうございます。もしかして、ここが運転室になってるって思う？なんだか続きがありそうな喋り方ね。
冗談はよしてよ。一発ぶん殴ってやろうかな。新幹線にはグリーン車があるんだよ。まさかとは思いますが、グリーン車も攻略しろとか言いませんよね。運転室はどこでしょう。グリーン車の向こうだよ。絶対グリーン車変あるじゃん。今度はさっきと反対。さっきと反対？変わったことがあったら進んで、なかったら戻るんだよ。何それ超面白そうじゃん。3回間違えるとお化けが来るか気をつけてね。終わったかな。終わった、終わったわね。さあもういいよ、やってやんよ。高級にやる気。何から何まで全て変わってるんだぜ。全体的に怖い印象が増したわね。すごい、車内販売してる。お疲れ様なんだぜ。ねえ待って、こいつホラー要素強すぎるって。目が光るとか覚醒シーンでしか見たことねえよ。何その雑な例え。4番席は綺麗なお姉さんだったはずなのに、おじさんになってるなんて。お前らどんだけおじさんに恨みあるんだよ。うわ、デスクトップだけ眺めてる人いる。ちょっと画面の反射で後ろの人を見たいんだよ。それ黒じゃなきゃダメじゃない。いや黒でも意味ねえよ。一通り見たんで引き返します。あ、そういえば異常がなかったら引き返すに変わったのよね。癖で間違えそうなんだぜ。さて、グリーン車の異常はどんなもんなんだい。青は進め、赤は止まれ。ちょこちょこ、なんか急にミニゲーム始まったんだけど。色に合わせて進めってことね。そういうの一番苦手だって。異常があったら進めだからこそこういうことができるんだな。グリーン車編、奥が深すぎる。順調に進んできてるわね。わーあのダルマ二度と許さん。本日二度目のマウスブレびっくりだな。あのダルマ奥に隠れやがった。ミスったらあれに襲われるってことかしら。ピアノを煽る言葉はやめるんだ。扉の目の前までは来たぞ。右にダルマがいるのが見えるんだぜ。よし開けられた。もう大丈夫そうね。ちょっと待って、なんだこのおじいさん。あるし、人間か。どっからどう見ても人間だろ。落ち着いてマリサ。ここはあえてどうでしょうで。我が輩を騙すことは不可能。何言ってんだ。どれくらいここにいるのだ。まあ結構ループしてますよ。列車の中で誰かに会った。結構いろんな人いたけどね。この二択だったら話せる男の子かな。それはいいことかもしれん。いいことなんだ。実際の人間ではないようだ。だから話しかけても反応がないんだ。話しかけても反応は示すことはない。同じこと言われたな。相性いいかもね。なんか鼻につくな、こいつら。ロボットのやつ。あいつらはロボットなのか。つまり我が輩の結論は、スーツの人を信用するな。は？もういいわ、次行く。急に態度変わるじゃん。ここのライトってこんなに光ってた。ててよく気づいたな私。修学旅行の時にふざけてやるやつじゃん。あ、前の人くすぐるやつね。待って、危ない癖で引き返そうとしてた。早くもフラグ回収。よし5号車、次の異常を探す。までもなかったわ。何してんのお前。修学旅行でやるやつ第2弾じゃん。修学旅行列車かなんかかよ。急に凶暴化しやがったあいつ。本当に怖いやつじゃん。追いかけてくる系はマジでダメだよね。無事帰ってきましたとさ。相変わらずこの人はデスクトップしか見てない。目が痛くなるんだぜ。さっきのやつのせいでトラウマになったからなお前。あれはただ立ってるだけに見えるよな。おじさんよ、キャリーバッグぐらいは多分取れると思うんだ。で伸ばせば取れる距離よね。特に異常だっていう点はなかったかな。嘘でしょ、さっきのどこに異常があったっていうんだ。前向きに行くしかないわね。さっき音が終わりすぎててわからなかったけど、駅っていう声が聞こえたんだよね。そういえばあったな。3回間違えるとお化けが来る制度。あと2回ね。デスクトップネキ？キーボードカタカタしてるけど何が動いてるんだろう。あだ名デスクトップネキなの受ける。車内販売の人ってこんなつま先立ちで歩いてたっけか。ヒールかもしれないけど暗くてよく見えないわね。ぱっと見異常はなさそうだね。よっしゃ、2連続で異常がない。それでもあと5回あるの地獄すぎる。デスクトップネキ、どんだけ好きなんだよそいつのこと。そういえばグリーン車で窓系の異常って起きてないな。今私もそう思って確認してる。もしかしたらこのシーンで起きてるかもしれないけどね。それは一理あるな。これも異常ないと見ましたね。今音質悪いながらに聞こえましたにっていう声。あと一回でお化けね。なぜそんなに喜んでいるんだい。待って、気づいちゃった。ここ光ってなかったよね。確かに遠くから見たとき違和感ね。次ミスったらお化けだからな。はいはい。音質悪いながらも聞こえましたか、何かが倒れる男さんという声。あー、怖くない、怖くないし、今めっちゃ薄目で見てるから怖くないし。めっちゃ怖がってんじゃねえか。すごい、なんかアトラクションみたい。現実逃避すな。まあまあちょっと怖いだけだから。こんな注射みたいに言われましても、ちょっとチクッとするだけですよ、じゃないんだよ。うん、え、それだけ？でかい今何があった？なんか影？的なのがあったぐらいね。帰ってきたし。なんだお化けも大したことねえな。調子に乗り出しちゃったよこの人。てかさっきライトついてて正解だったのかよ。あまりにも引っ掛けね。天井に緑の光があるのは異常かな。多分元からだろ。て、あー、見逃さなかったぞ私は。さすがな動体視力。異常ないっていうのが一番むずいから、わかりやすいのがいいな。いや、メキはもういいから。すごい、喋る前にツッコミした。ツッコミのプロだ。やめろ。キャリーケース黒いし大丈夫でしょ。どういう判断基準。キャリーケース黒いから異常なしで。はい、もう完璧。ここの緑のライト光りすぎじゃね。うわ、言われてみるとめっちゃ違和感。他のところも全部点滅してるんだぜ。このライトが異常なので突き進みます。よし、やっぱライト異常だったか。
でもこの車両も点滅してるわよ。嘘、間違えてた。何が異常だったんだろう。ミスりたくないがあまり爆速で駆け抜けてきました。異常ないです。異常来るなら難しいのであってほしいよな。いや、わかりやすすぎんだろ。どうしたんだ少年。お兄さん、僕たち生きて帰れると思う？ゲームだし、生きて帰れるんじゃない。逆もしかりだな。お姉さんのことだけ考えたらいいよ。ねえ、会話が弾まねえ。ついに2号車まで来たわね。今日も可愛いね。わっしょ、おじさん興奮。これ車内販売のワゴンの商品が一つ減ってるとかないよね。怖くすぎるだろ。ここら辺のライトは光ってて正解なわけでしょ。やっぱりミスすると覚えやすいわよね。異常なしです。これ絶望のお知らせね。どんまいなんだぜ。あれ、メヒカルやアーツがいないわ。早くも異常発見だな。危ない、また引き返そうとしてた。伏せっていうのは抜けないわね。ちょっと待て、歩くの遅くないか。遅いというかダッシュができないというか。それ歩くスピードごと遅くなってるから走るスピードが遅いだけじゃない。余って椅子沈んでってない。足が沈んで早く動けないっていうことか。この異常は気づいた時にはもう遅いとかもありそうね。無理脱出。1でも6号車って書いてあるわね。今までカウントした分も言うってことなのか。6号車だからなんでもいいや。あー、またもや見逃さなかったぞ私は。一瞬の異常に強すぎじゃないか。目光ってるやつの分身みたいなのがいたわね。わかりにくい。異常に気づいたのはでかい。注意力がついてきたな。1分ぐらいしか見てないけど直感で異常ない気がする。大丈夫かそれ。大丈夫どころか2回当ててったわね。ちょっと待って、立ってるやつがいる。立ってるやつはもうトラウマだもんな。さあまた追いかけられる。追いかけてこなかったんだぜ。良心的なやつね。さあようやく来ました2号車。意外とあっさり来れたわね。パッと見異常なし。だけどようやく来た2号車だからもうちょっと見ていこう。やい、腰抜け。黙れ。ちょっと待って、なんだよこのケーキ。これ再確認してなかったらまた7号車からだったのか。うわ恐ろしい。お前は追ってきてただろ。グリーン車初の1号車。このチャンスは無駄にできないな。頼む、2分ぐらい見てたから異常起きないでくれ。絶望すぎる。よっしゃー。まあここでミスったら終わりなんだけどね。急なネガティブ。なんかカラカラ聞こえないか。それは多分車内販売ね。なんか今軽い音が。いやて、でも異常多くない。コラーなんて手がつきものでしょ。いや確かに。急に運転席だ。これでゲームがクリアなのか。おー、それっぽいところに来たわね。本物の運転室だ。あれを押せばいいのかしら。押していいものなのか。今一瞬だけどグリーン車ステージクリアって表示が出たわね。もう新幹線は止まったのか。眩しい。もう乗客もいないみたいね。じゃああの眩しいところに行ってみますか。どうした、うぷ主、行かないのか。違う、待ってこれ引っかかってる。これリセットしなきゃダメなやつ。でも動けないならリセットしかないわよね。扉の開閉はできるんだな。また一からやるしかないのか。これグリーン車押したら続きからで引っかかりも治ってるとかある。治ってねー。一個気になるんだけど、列車が止まった後って何？え、こっからできんじゃん。何ですかこの神機能。そこがセーブの範囲内なのは想定外だったんだぜ。もうとっとと抜け出しましょ。エンディング1だね。エンディング2があるってことだよな。探しに行きましょ。わざわざ列車が止まった後っていう欄があるから、ここからが分岐になるんじゃないかな。分岐って言ってもどうしたら分岐するんだ。普通車側に行ってみるとか。確かに、入れるようになってるんだからこっちな気もするわね。普通車目指してレッツゴー。普通車まで来ました。お姉さんが起きてるんだぜ。止まった衝撃かなんかで起きたのかな。なるほど。おはようございますお姉さん、綺麗ですね。この列車は止まることはなくってループしていたんですね。なんか違和感。え、記憶がない。ホラーすぎる展開じゃなくてよかった。この列車に乗った覚えはないんですけど。そう、弟さんを見ましたよ。それは多分直樹です。直樹くんか。なんでここにいるのかとか何か言ってましたか。なぜかゲームのルールは知ってましたね。弟探してあげるよ。ありがとうございます。ループする列車、思い出しました。なんかの番組で2人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました。一緒に発車させたらどうですか。両端から。両端から。両端からだった。私は普通車側に行くのでグリーン車側に行ってもらってもいいですか。了解した。一緒に頑張りましょう。今までの道もう一回戻るの大変なんだぜ。でも戻るしかないわよね。これでどうエンディングが変わってくるんだろう。待って停電。急なホラー展開は無理だって。あれ、省略してくれたな。移動がめちゃめちゃ楽に済んだわね。停電じゃなくてワープだったのか。ポチッとな。変わってない。いや、外出たら変わってるかもよ。変わってねえ。じゃああれは普通車側に行くのが正解だったのか。グリーン車側。いえ、
私が普通車側に行きます。そうですか、これでエンディングが変わるってことなのか。変わるといいわね。うっそ、何これ。えにしては黒すぎる気が。不穏な空気しかしないんだぜ。待って待って待って、何の足音。やだ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 、後ろ振り向きたくない。音楽的に何かが追ってきてるわね。追いかけられるのっていつ捕まるかわからないから怖いんだよな。ちょっと妨害は聞いてないじゃん。さあプレイスキル、何もいないじゃんか。うつ主が早すぎるだけじゃないの。最初の方後ろも向かずに走ってたもんな。ちょ、妨害が激しくなってきた。追いつかれて急にバーンってなったら怖いわよね。まだ余計に人を不安にさせる。妨害ゾーンは抜けたな。あと何回やるの。これ心臓持たないんだけど。もう決めた、二度と後ろ振り返らない。ねえ、何の音何の音何の音。追いかけてくるやつがスピードアップしたとか。なんか座席の間狭くなってない。なんか車両ごと細くなってる。正面にでもする気か。ごめんなさい、もう今どんだけ追ってきてるの。後ろ見ればいいじゃない。怖すぎて見れねえよ。今度は何なんだぜ。パッと見わかんないわね。まだカラカラなってる。回し車かよ。どうでもしないと平常心が。わかった、これだんだん沈んでってる。歩くのも遅い。走っててこのスピードはヤバいんだぜ。頼む、追いつかれないでくれ。運転室まで来たわね。もうあとは押すのみ。終わった。新幹線は止まったみたいだな。わあ綺麗なもみじ。で少年、直樹だったっけか。お姉さんグリーン車側にいるわよ。お兄さん来たんだね。待ってたよ。いつお前は外に出たんだ。お姉ちゃん。お姉ちゃん起きたんだね。感動の再会だ。直樹、そうだ、お兄さんも一緒に来る。ぜひご一緒させてほしいんだぜ。やめとくよ、しかない。そうですね、そうですね、来ない方がいいと思います。いじめか何か。なんだか私たちに何が起こったか分かった気がします。目線的に私のせいみたいなこと。もう私たちは行きますね。やっとはぶられてるよね。本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそなんだぜ。バイバイバイ。あれ、え、これどの視点。天井っぽいんだぜ。お、気がつきましたか。あなたは床に倒れていたんですよ。夢落ちってこと。軽い静脈血栓塞栓症でした。喋り方独特ですね。エフォロミ症候群ですね。なるほど。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて、最悪の場合も考えられたんです。電車自体は本当に止まってたんだ。数分前に起きた人身事故。人身事故も本当のことなのね。失礼します、業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。若い女性と少年ってさっきの二人。これは考察の余地がありそうなんだぜ。やっぱりこれがエンディング2なのね。あまりにも悲しい結末なんだぜ。わあ、すごい幸せそう。うわあ、めちゃくちゃ面白かった。新幹線0号、無事クリアです。バッドエンドかと思ってたけど、最後の二人の姿からしてハッピーエンドでもあるかもしれないな。さっきマリサも言っていたけど、考察の余地がすごいあるわね。キラズアートさん、ありがとうございました。とんでもなく楽しかったです。初ホラゲーがキラズアートさんなんて贅沢な話ね。まだ回収していない異常もありますが、それはぜひ自分で見てみてください。他の実況してる方を見るのもありだな。それではここら辺で終わろうと思います。とにかくこれで私は新幹線に乗れなくなりましたね。まあ散歩歩けば忘れるわよ。ワトリか。